どうもお酒は二十歳になってからまさやんです。こんにちは。今日はですね、まだお昼前です。ちょっと夜勤をしまして、その後帰ってからですね、ちょっと今非常に眠いんですけども、動画を撮っております。今日は職場のね、飲み会がありまして、今夜もね、酔っ払うでやろうと思って撮影できないだろうなということでね、お日のうちに撮っておこうかなと思っております。今日はですね、シーズンの、セカンドシーズン、あと今日で11月1日ですから、もうね、あと1週間ちょっとでいよいよ待ちに待ったセカンドシーズンが訪れます。で、それぞれね、もう今次のシーズンに向けて、僕はどういう準備をすればいいか全然わからなかったんですけども、強い方とかね、偉い方とかね、そういった方がね、いろいろ教えてくださいまして、今からね、もういろいろ準備をね、進めております。で、ね、あとどういう同盟に行くとか、どっから始めるかとかね、皆さんも同盟内でいろいろ話したいですね。いろんな 思惑がね、交錯してると思うんですけども、私もね、ある程度もう決めております。内緒ですけどね、内緒です、教えれませんですけど、今まで関わってお世話になってきた人たちもね、共にね、また一緒にやりたいなという思いがあるので、そういった流れでね、やっていきたいと思います。でね、そうシーズンのその、どういう準備をするかってことは、このシーズン転換のところですかね、シーズンの説明のところに、リセットされるものとね、されないものとかが書いてありますので、それを見ながら、どうやれば、スタートダッシュが切れるかということでね、動いていけるのではないかと思います。シーズンの説明って、本サーバーシーズン決算日、告知なし、告知してるだろうってね、ないかな突っ込みたいところでありますけども、今日は次のシーズンどういう形で進んでいくのかなっていうのをね、個人的にちょっとだけ話したいなと思うんですけども、この第2シーズンに関しては、最初1サバから4サバまで合併するんではないかっていうのがあったんですけども、あと1から3っていう噂もありましたけどね、結局蓋を開けてみれば1と2ということで、1サバは結局その歴史を振り返ればですね、最初から最後まで、後半はね、ちょっと落ち着きましたけど、ほとんどね、ドンパチやってた、戦争ですよね、もう混沌としてた、まさに乱世、群雄割拠、そういう名にふさわしいね、世界であったと思っております。で、噂というかね、聞いたことところによると、2サバの方はね、多少な戦争あったみたいですけども、その後はみんなで連合を組んで一緒に落葉を落とすみたいなね、方針で動いてたみたいでですね、ちょっとね、1サバと2サバの方向性というか、スタイルが違ってるので、これがね、一緒になった時どうなるかっていうことで、1サバ対2サバになるんじゃないかとか、日本勢対中国勢になるのではないかっていうね、いろんな意見出てますけど、ことはそう単純には運ばないのかなというとこは思っております。1サバ内でもね、いろいろ勝った負けたとかありますし、個人でもね、同盟許さんとか、同盟を次は倒すんだっていうのもあるでしょうし、また前の同盟でやりたいとか、前の州でやりたいとか、今回はね、名手になってあそこを倒すんだとかっていうね、いろんなね、個人の思いとか、あると思うので、その単純に1サバと2サバみたいな、中国勢対日本勢みたいな図式はね、はならないんじゃないかなと思っております。ただもう今からね、2シーズンの方が絶対面白いと思います。このゲーム何ゲーかって言ったら、課金ゲーとか、戦法ゲーとかね、チームゲーっていうのもあるんですけど、やっぱ外交ゲーですよ。うち今俗物軍団はですね、同盟1位なんですけど、いくら1位が強いからといって、残り全部と戦ったら、まとめてね、連合軍がもし攻めてきたらですね、勝てないんですよ。だから、各同盟間のね、連携っていうのも必要ですし、そういったところでね、裏切りもあったり、騙し討ちとかいうのもありますし、非常にね、このゲームは奥が深いというか、いいも悪いも人間が見えるというところでね、この次のシーズンはね、非常に楽しみだと思います。そういった意味でね、名手とか指揮官の人のね、その日々のね、心労ですか、心のとか、体力的にもそうなんでしょうけど、そういった部分の負担ってすごいんだなと思ったんで、ね、
私はやりませんということでね、いや次にねまたついていく人にねいろいろ委ねてね、行きたいと思います。ただね、ついていく以上ね、まあ、その人に信じてね行くっていうのがやっぱり国というか同盟としてねやっぱりそういったことがやっぱり強いと思います。どれだけねまとまって固まっていけるか、上の指示に従ってね、動けるかというのもね、一つの チーム力というか同盟力だと思っておりますので、私もね次のシーズンもう今からね準備しております。皆さんもねいろんな目論見があると思いますけれども、第2シーズン皆さんね有利に戦って、また最終的にはね楽位を落として1位同盟になれるよう皆さん頑張っていきましょう。それではねもうこの後は寝たいです。そしてその後飲み行きますので、また明日以降お会いしましょうということでね、酒は20歳になってから。どうもマセアンでした。